米の儀駅は愛知県日清姉妹の儀町南山にある名鉄豊田線の鉄道駅。駅番号は TT05 相対式2面二線ホームの公開駅である。駅集中管理システムが導入された無人駅であり、豊田市駅から遠隔管理されている。愛知県統計年間覚悟及び日清市オープンデータポータルサイト等によると乗車人員の推移は 以下の通りである。周辺には、名古屋商科大学、中部大学第一高等学校、愛知県立日清高等学校や、伝送基礎研究所、祖径をはじめとした、研究施設や研修センター等が集積する米、野木研究開発地区もあり、多くの学生や近隣観光所、企業の職員が利用する。県道岩作もろ和線を南下すると、すぐに、東郷町に入る。 21世紀初頭までは蒸気施設とわずかな民家の他には田畑や竹林、雑木林が広がっていたが2005年に愛知万博が開催された折住宅地への転用を見越した大規模な駐車場用地の造成が行われ万博会場へのシャトレバスの発着点となった万博の閉幕後は予定通り広大な駐車場跡地での宅地開発が 進み、駅周辺の人口が急増した。2007年10月5日の日清市道、南山の手線の全線開通と、県道岩作諸和線の改良に伴い、米の儀駅周辺の再開発が行われ、車両進入方法が変更された。バスターミナル、駅前広場への一般車両の出入り口は、従来の県道から直接進入するルートが廃止され、 新設された米の義駅北交差点から南山の手線を経由した新ルートを使用することになった。現在、日清米の義駅前、特定土地区画整理事業が駅に隣接した北部で施行され、住宅地としては2007年以降、霊部日清をはじめとした高層マンション群、商業地域にはスーパーマーケットのマックスバリュー米の義店が2011年9月16日開店。 区画整理事業が完了する平成26年度には4178人の駅前住宅エリアが誕生する計画。ありがとうございます。